2025年に東京で開催される聴覚障害者のための国際的なスポーツ大会デフリンピック、その大会エンブレムの最終選考が昨日行われ、都内の学生の投票によって大会エンブレムが決定しました。皆さんにこの場で決めていただきたいと思います。2年後に迫るデフリンピック、聴覚に障害があるアスリートのための国際的なスポーツ大会が東京で初開催となります。昨日行われたイベントでは、最終候補に選ばれた3案の中から都内の中高生65人による投票が行われました。一筆で言ってで、いろんな意味がわーっていうところとかを込められてっていうふうに考えると、デフっぽさっていうのはいいかな。日本の国旗に赤が入っていて、これが一番日本らしいと思いました。国際大会のエンブレムということもあり、会場では生徒たちがディスカッションや投票に真剣に向き合う姿が見られました。結果は3、2、1、決定したエンブレムは、人々のつながりを意味する和がテーマで、手話に使う手と日本の象徴である桜をモチーフにしています。デザインしたのは筑波技術大学4年生の多田伊吹さんです。デフリンピックの特徴をすぐ、どういうふうに表せるのかっていうふうに考えたときに、手の形を思いつきました。皆さんに選んでいただけたっていうことがすごく嬉しい気持ちでいっぱいです。今回選ばれたエンブレムは、大会のホームページやポスターなどで今後使用される予定です。デフリンピックにかける思いをこれまで選手たちに取材してきたわけですが、今回エンブレムがどのように決められたのか詳しく見ていきます。小松さん、はい、今回決定したこちらのデザインを含め、最終候補となった3つのエンブレム案は、すべて国内唯一の視覚や聴覚に障害のある人に向けた国立大学である筑波技術大学の学生が考えたものです。どれも素敵なデザインなんですが、投票の結果、こちらの多田伊吹さんがデザインしたものが選ばれました。多田さんがこのデザインにどんな思いを込めているのかと言いますと、はい、テーマが人と人をつなぐ輪ということで、指のこのあたりも輪になっているのが分かりますよね。そして全体のデザインは手のひらを表していまして、コミュニケーションに使う手話だったり、デフスポーツの魅力に触れるという意味が込められています。親指の部分が桜の花になっているんですが、この理由については、障害のある子どもたちが今回の大会をきっかけにして未来に花を咲かせてほしいということなんです。一筆書きになっているのが未来につながっている感じがして、とても素敵ですね。そうですよね。親しみやすいですし、子どもでも真似して書きやすそうなデザインとなっています。そして VTR でもありましたけれども、今回のエンブレムの選考はこのようにデフ陸上日本代表の中野浩介選手や、都内の健常の中高生や老学校に通う生徒が一緒に話し合って決められたということで、それぞれがデザインからどんなことを感じるかというのを、手話通訳さんが入りながらですが、お互いに伝え合ったということです。そういった話し合いを経て、子どもたちからはデフリンピックという大会自体の存在を初めて知ったという声や、ぜひ会場に足を運んで応援したいという声が聞かれました。